待って、超好き。え、どうする？待って。ね、やばいってね、本当にありがとう、生きててよかった。ね、やばいって。え、もうだ、天才みたいな量入れてる。つけてくれんじゃん。あ、これ、ダンスユークのつゆゆ。ねえ、だからジャンジャン麺食べたくて食べる。もう、え、そう、え、これは前にも頼んだアニオット出前、アニオット出前、ヒョンブー、ヒョンブー頼んだよ。うわー、ねえ、絶対に美味しいじゃん今のワンチャン。冷めたから、うわいただきます。いただきます。ねえ、待って、美味しそう。え、やっぱ、ね、何これ。だから食べたんだって、ね、あんた、忘れた。あの、本当本場の人はさ、こうやってやるんじゃない。あ、こうやって。あの、でもほら、なんか日本ではさ、泳ぎ悪いもんな。泳ぎ悪いじゃん、うん、でもさ、棒に行っては棒に従えよ。そうよ、今ここは韓国よ、あんた。韓国よ。ねえ、うまい。ちょっとピリ辛もしかしてかな。なんかピリ辛な感じも美味しい。わかる。でもやっぱ甘い。甘いね。甘い。ねえ、美味しいじゃん、うん。ね、この 何味かわからない感じが美味しい、うん。え、炭水化さん言っていい？え、いいよ。うわ、あったかそうなあんかけ。うまっ。うまい？ね、具も入ってんの。いただきます。うん、美味しくない？うん、結構酸っぱめ。うん、うまい。うまっ。ね、なんでさ、日本って韓国じゃないんだろう。でもわかるよ、本当に日本食、うん、大好きなんだけど、うん、韓国って、だってさ、うん、これが今日の料理って何って。素晴らしすぎない、うん、え、ていうか、うちマジでびっくりしたの。自分生理前ってことに気づかなくて、うん、本当に私生理の日にちをちゃんと覚えてない人なの。あ、はいはいはい。でちゃんと別に周期通り来ないから、うん、最近本当にご飯食べたいなって思って感じで、家にいてもずっと食べてるし、なんか、うん、なんだろうこれはって思って、うん、でずっと眠いしっていうの友達に話したら生理前じゃねみたいな言われて、え、生理前だってなって、そういえば、え、前来たのいつ頃だっけみたいな考えたら、うん、確かに生理前くらいだと思って今。え、じゃあもうちゃんと体がそうなってるよ。食べてもいいよ。うん、え、そうなんだ、食べてもいいよって。うん、全然生理前とかでもないし、生理中でもないし、うん、めっちゃ生理後でもないし、うん、だけどめっちゃ食べちゃうよ。いいんだよ。これはどう？でもだって、うん、次生理控えてるでしょ。うん、控えてる。あと3週間後とかに。で、生理前じゃん。あ、そうだよね、うん、そうだったわ。そうだよ、うん、ね、あんは、うん、若者は麺が吸えないみたいな話をさ、前動画にしたじゃん、はい、わい、その吸えない側かもって最近ちょっと思ってて。え、その時はどっちずらしてた？その時は吸えるずらしてたの。最近の若者はっていうずらしてた。あ、そっち側か。うん、なんかバカでけえの、なんかこれさ、大丈夫これさ、なんかうどんがすすれなくて、うち、うん、太いからかもしんない。で、これもちょっと今すすりづらかったの。でもさ、韓国人って箸に巻くじゃん、うんうん、だからさ、吸うものとしては作られてないと思うんだよね、これは、うん、そういうこと。だからいいんだよ。なんかさ、そばとかも音立てて食べる方がさ、うん、いいって言うじゃん、うん、でもなんか音立てて食べてる女の人ってちょっと嫌じゃない。うん、なんかだってズズズズズみたいな食べてる人ちょっとどうなのって思っちゃうから、うん、え、でもそばどうやって食べてるの？うん、そば食べない、あんまり。あ、そう。うん、じゃあラーメンとかもズズズって言った方がさ、うん、ラーメンなんだからって思うじゃん、うんうん、でもズズズって食べづらくない、女の人って。いや、じゃあんま気にしたことなかった。うんふんうんふん、うんうん、人と食べるのちょっと嫌じゃない？人との食事苦手なのね、うち。あ、ほんとよ。だからかも、うん、すごい気にしちゃうの。私それ思うんだけど、うん、見てるからで、人のこと。なるほど。エナピーってさ、観察力すごいからさ、こう人の食べ方とかめっちゃ見るじゃん。そうだね、なんか人間観察しちゃうタイプなの、うん、だから、こうそう、うん、自分も見られてるって思うから食べにくいんよ。絶対それだ、うん、でムクとかぐらいまで仲良かったら全然もうなんとも思わない、うん、家族とかも別になんとも思わないから、うん、でもさ、初めましての人とさ、大体ご飯行くじゃん、うん、とかそういうのとか苦手だし、うん、できればカウンターがいい、なんなら。あー、でもわかるよ。向き合うってると、うん、もう真ん前じゃん、うん、だから本当に緊張しちゃうっていうか、なんかどうやって食べてるかわかんない。どうやって食べてたっけうちってみたいな、うん、だからすごいこういうのも気にしちゃうと思う、すするっていう行動が。で、私的にはその麺すすれなくてさ、うん、こう麺を持ってさ、うん、口に入れてはこうして、うんうん、こっち食べんじゃん、うん、こっちの方がなんか汚く見えちゃうの。いや、そうなの、わかる、それは思う。そうだから、だからカッポスプサーがいいね、うちはもう。だからさ、お昼のお弁当とかも結構ね、私ね、中学の時ってさ、うん、向き合わせられてたじゃん、うんうんうん、なんかこう2列同士をこう向き合わせて、うん、長い列を作って
って教室で食べてたじゃん、ね、高校はもう自由だけど、うん、ってなると別に仲いいわけでもない隣の席の子と向かい合って食べるわけじゃん。でもそれめっちゃわかる。私それ本当に苦手だったのね、うん、だからもうお弁当バッグを前に置いてもう絶対見えないような勢いで食べたりとかしてすごい苦手だった。お弁当バッグの力ってすごくない？そう、うちなんかもう筆箱の上にお弁当バッグ乗せるときあったからね、もう壁じゃんみたいな。前めっちゃ壁みたいな。もうめっちゃ疎外感作らせるっていう、うん、あとでもやっぱ基本的に男の人苦手意識があるから、そうね、女の子の方がそこは慣れるのは早い。でもそれはそうよ、うんうん、男の人はやっぱ、まあ、みんなそうか、気使うよ。まだ付き合ってない人とご飯とかの時はさ、うん、めっちゃ気にしちゃうもんね、うん、しかもなんか男の人って、うん、なんかいっぱい食べる子好きとか言うじゃん。はい、なんか食べることに対して、ね、なんかそういう目線で見てるというか、そういう目線で見てるのと違うけどなっていうの、なんかそこにポイントあるんだっていう、うん、あーこの子はどうなんだろうっていうこと、うん、なんかそう、うん、食べれてるところが見るのが好きとか言ったりするじゃん、うん、いやそういうの言われちゃったりすると、はいはい、みたいな、見てるんだじゃーってなっちゃうじゃん、うんうん、ってなるともうなんか余計にさ食べ方わかんなくなるえ、だからさ、じゃあデートとかでさ、うん、どれならいけんの、食べやすいとかある？だから私それめっちゃ考えるよ。ご飯行こうって初めての人となった時に、うんうん、どないしようってなんの、うん、しかも今強制してるから、強制もそう、それは考えるわ。めっちゃ考えるの。だからサメグプサルとか本当にダメだよ手だし、うん、葉っぱだし、お肉だし全部挟まる。キムチのなんか ちっちゃいなんか唐辛子みたいなやつとか入ってたりするし、あれで罠だよ、あれ食べれない。あと私、うん、魚も食べれないの。あー、綺麗に骨のあれとか。サンマは食べれないの。いや難しいよ普通に。なんかほんとちっちゃい時からちゃんと食べれなくて、うん、でなんかゼロキスっていう好きな漫画があるんですけど、うん、ゼロキスでその俳優さんが女の子を好きになるポイントっていうか、うん、がその定食屋さんに行った時に焼き魚定食頼んでめっちゃ綺麗に頼、うん、食べたの。うわお。でご飯粒残さないとかできるよ、ちょっとちゃんと、はいはいはい、それはねできるけど綺麗なの、うん、魚が。そこにちょっと惹かれたんだって。ええー。でも確かにそういうの惹かれるじゃん。てか漫画でそういうところ出てくるの、うん、なんかリアルじゃないそれ。少女漫画っぽくなくない？焼き魚綺麗に食べれて。でもやっぱ俳優さんっていうさ、あーそっか、がこのそういう素朴なところに惹かれるみたいなことじゃない？なるほどね、うん、うんうんうん。でなんかと思って、うん、うち食べれないよちゃんとってその時思ったの、うん、ていうかさ昔の人ってよくさ、うん、自分の息子の彼女とかが家に来た時にさ、うん、姑さんはさわざと魚出すみたいな、うん、そうなの？うちもその時点じゃ落とされるわそうよ、不合格あんのよ。マジ？そう。でそれは結構昔の考えだから今の人はないかもしれないけど、そうな、うんうんうん、割と昔はそういうのあったらしい。育ちいくみたいな。あと例えば、うん、これ今ソースかかってないけど、例えばこれがソースかかってるものだとするじゃん、その時にそのソースの断崖とかも、あ、綺麗に食べ終われる人じゃないの？うちってなんか高倉優子やめや。高倉優子はプロなのそこがね。あれ汚いよ逆に。だってあれ逆に汚いのやつじゃん。小学校の先生なんですけど、うん、給食でミネストローネスープとパンとか出るじゃん、うん、その時とかはパンのかけらを一かけら残しておきなさいって言うんだよね。言うんだよね。そう、おばあちゃんですよ結構。でこうスープを飲み切った後にそれでこう拭きなさいと拭くってやだな。でもさ、多分思ったけど今、うんうん、ゆうこ多分焼き魚出すよ、うん、息子のよ。出すわ。ね、絶対さ、そんな小学生にさ、拭けっていうのを教える人だよ。絶対出すよ。絶対出すっしょ。うわー、ゆうこの息子の嫁にはなれねえ。なれねえよ。息子にのこと知らないけど。知らないけど。知らないけど。やっぱ男の人はさ、そうやってさ、お仕事とか勉強とかを頑張ってたわけじゃん、うん、女の人も頑張ってるよ、うん、頑張ってるけど、うん、なんか男の人はそこを見られるから。いやそうね、頑張ってるわけじゃん。そう、ね、女はじゃあさ、あぐらかいてないで料理ぐらいちゃんとしろよって、こうブスなんだったら、うん、ってことじゃん。世の中厳しくない、うん、厳しい。だって可愛かったらさ、うん、特に何もしなくていいよくない、うん、夫が嫁のために働くわけじゃん、うん、その理由になるぐらいの人物じゃないといけないんだよね。死んじゃったって、うん、で無理じゃん。じゃあうちもう結婚できないじゃん終わっちゃったじゃん。うちらがあのなんなきゃいけない、なんなきゃいけない。だからもう本当申し訳なくなってくるよね。だからこんな嘆くわけじゃん、よく、うん、結婚できないとか言うわけじゃん、うちはきっと、うんうん、それもさ、うん、いやてめえがじゃあ結婚したいって誰かに思われるほど頑張ってんのかって言われちゃうよね。ごめんなさい、ごめんなさい。なんかシビア。そう、でももう投げるだって無駄なの、もうこれでって言うしかないんだから。じゃあもうその分料理頑張る、うん、頑張ろう。でうちらは顔言ってるけど他にもできてないとこあるもんね、うん、口悪いとかさ、ね、やだやだ。そんなうちら悪い方じゃないとはもう、うん、死ねとか言わないし、うんうん、なんかすっごい悪いってわけじゃないと思うんだけど、あの綺麗ではないよね
そうなんだよ。でもさ、 YouTuber ってそこ直したらあんまりさ、うん、ね、うん、どうする、うちらがさ、あの罠とか使わなくなるわけよ、そしたらね、うん、面白みがないじゃん、うん、でももうこれが炎上になるじゃん、うん、うん、だプライベートだけでは絶対にもうできないよ。できないよ。プライベートそうしちゃったら出るもん、こっちに、うん、そうそうそうね。だからもう無理ってことだよ。だから、うん、高2の時 YouTube を始めたあの時、うん、もう決まったんだ、ね、もう決まった YouTube と結婚する、うんうん、うん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 、それぐらいの気持ちでやった方がいいよ YouTube。 あんたごめんなさい、私はもう、うん、もう YouTube と死んで覚悟だよ。もう同じ墓に入る、うん、あれも決めたから覚悟は。決めた？で、うちもそろそろ決めないかな。うん、決まりました。うん、ボケナは YouTube と共に行っていきます。行っていきます。ということで、あのみんなもセリマヨ食べていいんだよ。うん。ジャージャー麺は都内の方来たらあると思うから。いや本当に食べた方がいいよ。食べた方がいいよ。うん。炭水化物も絶対一緒に食べな。絶対食べな。うん。